Hey, how's it going, everyone? では今日は Will について詳しく説明したいと思います。Will と聞くと未来を表す助動詞というイメージが強いかもしれませんが、実際にはもっとたくさんの場面で使用されます。今日は Will のイメージをしっかりと掴んで、実際の会話でも使用できるようにしましょう。今日は Will の5つの使い方について説明したいと思います。では初めに1つ目の意思について説明していきたいと思います。Will はそもそも名詞で意思という意味があります。ですから Will のコアイメージは何々する意思があるということです。Will を使うと今から何々します、何々するつもりですのように意思を示すことができます。例えば I will show you some pictures といえば今からあなたに写真を見せますというふうに意思を表すことができます。I will do my best というと、私はベストを尽くすつもりですというふうに意思を表すことができます。また、I will go to the beach if it's sunny tomorrow といえば、明日晴れたらビーチへ行くつもりですのようにちょっとした予定を示すこともできます。さらに、否定文で使うと、I will not talk to you もうあなたとは話さないのように拒否をする意思を示すこともできます。二つ目は未来です。ここで言う未来というのは自分の意思とは関係なく未来に起こる出来事のことを表しています。例えば I will turn 32 this year といえば私は今年32歳になりますというふうに32歳になるという事実は私の意思とは関係なく起こることです。それを表すことができます。あとは例えば My brother will graduate from high school this year 私の弟は今年高校を卒業しますということもできます。The event will take place this weekend. 今週末、そのイベントは開催されます。のように、イベントごとなどが開催されるスケジュールについて話すこともできます。三つ目は推測です。これから起こる出来事に対して何々だろうというふうに推測をするときに使うことができます。例えば、It will be sunny tomorrow といえば、明日は晴れるだろうというふうに予想することができますし、You will have fun.きっと楽しいよというふうにイベントやパーティーなどが楽しいだろうという予測を立てることもできます。さらに What will happen to us? 私たちに何が起きるでしょうのように誰かに推測をしてもらうときにもこの表現を使うことができます。四つ目は依頼を表す Will です。Will you? のように使い Will you? の意味は何々しませんか何々してくれませんかという意味があります。例えば Will you marry me?私と結婚してくれませんか?とか、Will you come to the party? パーティーに来ませんか?というように使います。最後、5つ目は必然です。必然というのは、何々するものだということを表しています。例えば、機関車トーマスの Accident will happen という歌を知っていますか? Accident will happen の意味は、事故というものは時として起こってしまうものだというふうに必然を表しています。Kids will not listen to their parents といえば、子供というのは親の言うことを聞かないものだというふうな必然を表しています。これらの5つのイメージを頭の中に持っておけば、Will を理解するのが簡単になると思います。Alright, this is the end of this video. Thank you for watching. Enjoy staying home. Bye bye.